5. 業界の様式1。私たちはヘーゲルの世界史の図表を継承として素描することができるだろう。ほぼ中央のところに分岐点になるような線を引くと、線の西側は自然の概念が沸騰して払拭していく領域なのだ。その代わりに私たちが知っている限りでの自由の概念に彩られ、そして塗り上げられる。けれど分岐点の東側では自然の概念がただ濃淡やバリエーションを生み出しているだけで、どのような色彩も与えられない。スメのように単色で煙っている。また、分岐点の西側では変化と運動と展開が、つまり進歩が起こっているが、その東側では変化と運動があったとしても、気象量で停滞が占めている。この図表はさらに詳細に記号や注釈を描き込むことができるだろう。けれど差し当たってそのことが問題でない。この図表が事実の模範的な把握となっているために、ヘーゲルは自然の概念を野蛮でそやで無秩序で、そのまま放置すればただ弱肉強食が独り手に支配してしまう動物性に近い概念として見た。自然の原理が払拭しないことは、歴史の自然史に対して歴史の形態史が停滞し、時代に対して形態の時間が矛盾していくものと考えられた。そう見るためには当然に自然が自由に変化していく時間が形態史の時間と同置している工程を基準図表として、一方で想定していることになる。この図表はその意味では価値図表の役割をも果たしている。その価値図表によれば、形態の変化と運動とが自然を払拭して自由へと展開されることは、大きな価値を与えられる方向ということになっている。この方向づけが決して価値の方向でないことを言うためには、自然の概念が野生的ではあるが、凶暴でも衝動的でもなく、未開ではあるが、そやではなく、知識と文明を持たないが、英知と構想力に富んでいるというように訂正を要請するほかない。けれども、この訂正は根源的な価値観の変革にはならない。ただ生命の充足と生活の形態の完備という概念を進歩の概念と差し替えようと図っていることにしかならないからだ。図表の中の分岐点の西側と東側と単一の価値意識の方向で扱っていることに変わりない。そして多分図表をそのように作成しそのように解読する限り、自然が価値なのかそこで提示された自由が価値なのかという矛盾を和解に変えることはできない。ヘーゲル的な歴史の図表はそれ以後においてどのように回避され改定されなお存続されようとしたのだろうか。私たちは二つの典型的な歴史概念を選ぶことができる。一つはエンゲリスによって方向づけられたものであり、この系譜は様々なバリエーションを与えながら現在まで存続する。エンゲリスはヘーゲルの歴史の図表を組み直して自然史の延長線の上に置いた。ヘーゲルの自己表出としての歴史という図表概念は無数の意思の相場の概念によって置き直される。そしてこのように改定されるためには、精神は物質の概念の延長線と考えられ、社会は自己意識の形態的な実現とされなければならなかった。このように歴史の領域における、自然史とは違う、だが延長線に考えられる人間の社会の歴史という意味。吉本中。無数の個人意志並びに個人行為の衝突は、無意識的自然界を支配している状態と全然類似した状態を現出する。行為の目的は意欲されたものであるが、その行為から実際の上に生ずる結果は、意欲されなかったものであるか、ないしは初めは意欲されている目的に合致しているように見えても、結局意欲されている結果とは全然別なものであるかである。このように歴史上の出来事は大体において常に偶然によって支配されているように見える。しかしながら表面の上で偶然が作用している場合でも常にこの偶然は内部に隠れている法則によって支配されているのである。そこで期するところはこの法則を発見することだけである。故に結局のところは歴史上に行動している人間の動員の背後に、意識されて、あるいは意識されずに、しかし多くの場合は意識されずに存在しているところの、そして歴史の本当の究極的動力を成しているところの機動的勢力を極めることにあるとすれば、この場合に主眼たり得るものは、どんな秀でた人間ではあっても、個々の人間の場合の動員ではなく、それよりも大衆を、諸民族全体を、そして一民族内にあってはまた諸階級全体を動かしている動員である。そしてそれも一時的先行や、すぐに消えてしまうわらびのようなものではなく、一大歴史的変化の中を貫く持続的行動に導くところの動員でなければならぬ。行動する人々とその指導者、いわゆる偉人の頭脳の中に、明瞭にないしは不明瞭に、直接にないしは観念的な姿になって、甚だしきは天上界の形をとって意識的動員として反映しているところの機動的原因を解明すること、これこそ全体としての歴史、
並びに個々の時代及び個々の国の歴史を支配している法則の発見に、我々を導き得る唯一の道である。エンゲルス、フォイエルバッハとドイツ古典哲学の集結。結果のもたらす諸条件を考察すれば、諸個人よりも大衆の諸民族の諸階級の共同的な意思の発言力によって変化していくように見える歴史は、あるいは結論し得る歴史は、もし最終的な目標に沿って共同的な意思を発言させれば実現されるか。エンゲルスはこの問題に出会っている。記述され、あるいは自然物の上に刻印され、あるいは諸制度や文化の形態として刻印されている歴史を検討し整理し、条件付け法制化するという思考方法は本当は何を意味しているのか。それは具体的な人間の歴史とどう関連するのか。結果のない聖地で行き届いた記述のデテールの無限性を想定すれば、それは具体的な現実にあったそのままの歴史を再現し得るものだろうか。エンゲルスの歴史概念はまず根本的にこの問題を提起したように見える。だからエンゲルスがいかに大切であるかがよくわかる。事柄の真の疑問に向かって太くまっしぐらに肉薄し、そしてこれ以上進めないところまで追い詰めているからである。ヘーゲルの自己表出としての歴史という概念は消えてしまう。言い換えれば歴史という概念の中にも嫌悪なく入り込んでくる。一人のヘーゲルという人間が歴史をこう概括している。一人のエンゲルスという人物が歴史をこう把握しているという視点も一緒に消え失せる。そしてただ人間の意思の相和、また諸民族、諸階級、諸集団の共同の意思の動向によってだけ、自然の歴史と区別されるところの自然史の延長線としての人間の社会の歴史という視点が取って変わっている。エンゲルスの歴史概念の危険は二つの点で現れる。一つは根本的なことで、自然史の延長線の上に人間の歴史を据えるという次元的な把握概念が、歴史の動因を追うことは先見的に不可能ではないかという問題である。これは多少のニュアンスの相違を含むが、マルクスの自然主義イコール人間主義、ついには自然の諸科学に全ての認識の領野が包括されてしまうという理念をも巻き込んでいく問題である。もう一つは歴史と歴史の記述概念の無造作な一致。誰が歴史は各国の孤独で展開するだろうという論理を記述しているのかという問題が無造作に消えてしまって、なおかつ歴史という概念は可能かという問題である。これはヘーゲルにおいては歴史の自己表出の概念としてあったものを自然史的な一元性から扱ったことに、ところに由来している。そしてすでに顕在する形で自然の歴史と人間の歴史を全く別にさせるものが、意思の発言のすべての形態、自己意識から一般史にわたるべきはずのものが、ただ単に諸個人、諸民族、諸階級の政治意思の発言にまで狭窄されていくのが見られる。人間の歴史を自然の歴史の延長線の上に自然史的に一元化してみるというエンゲルスの考えはもとより同時体的なものであり、同時体的な総合と先鋭さに属していた。そこから煮詰められた歴史の法則に対する情念は、最後のところで狭窄された跳躍である。歴史は作られるから歴史は作るものだという概念であった。けれど作るものであるならば歴史という概念は不要であり、未来という概念も成立しない。そしてエンゲルス主義はこの狭窄された飛躍の断層に押し込んで苦悶することになった。と言っていいだろう。目に見えるのは都市や道具や建物や商業や工場の煙突や港や船やと動いて生活している人間だけだ。加工され、調達された自然だけが感覚的に存在する。それらを支配するものがあるとすれば一般意思と自己意思の諸形態である。そうなった時にエンゲルスの辞表は未完のままで完結していった。もう一つエンゲルスと全く対照的な場所からヘーゲルのみを重要な課題と考え、エンゲルス主義はレーニンの唯物論と経験批判論に至って現実的な政治形態を獲得した時に、これを潜在的に対立物とみなした一つの歴史の概念をハイデガーに見ることができるのである。ハイデガーは歴史という概念にとって何を意味するのか。道具や作品、例えば書物はそれぞれの宿命を持っていて、建築物や施設はその歴史を持っています。しかし自然もまた歴史物です。無論私たちが自然史を語る限りでは歴史的ではないけれども、その反対に風景、移住地や開発地域として、戦場や礼拝所としての自然は歴史的なのです。このような内世界的なも存在するものはそのものとして歴史的であり、その歴史は魂の内的歴史に伴う外的なものを意味しないのです。私たちはこのような存在するものを世界イコール歴史的なものと名付けます。歴史の世界は事実的にはただ内世界的な存在するものの世界としてだけ存在します。道具や製品そのものとともに、生起するものはこれまで全く不明のままであった、揺れ動きという独自の性格を持っています。例えば手図から渡されてはめている指輪は、そのような存在の形では単に場所の変化を受けているのではないのです。何かがそれ、指輪に起こるところの生起の揺れ動きは、場所の変化という運動からは決して捉えられないのです。
このようなことは全ての世界イコール歴史的な明瞭な事件や不明瞭な出来事に当てはまるのであって、ある仕方では天変地異にも当てはまるのです。ハイデガー、存在と時間。指輪の例を引いて語るところまで来て、私たちはハイデガーの歴史の概念が何であるか分かったことに思われてくる。ハイデガーの根内的な刻印がいわば、目鼻立ちをはっきりさせて歴史概念の中に現れるからだ。ハイデガーはヘーゲルの自己表出としての歴史という概念を放棄する。エンゲルス主義と同じように、けれど自然史の延長線としての人間の歴史というエンゲルス主義の概念をも取らない。なんとなれば、エンゲルス主義は一元的に自然史観を取ることによって、実は上部構造イコール観念としての世界、下部構造イコール物的な関係の世界というように、歴史概念を二分割するように思われるからだ。そして下部構造自然物としての世界、つまり物的な世界ということに振り当てが効くように思われてくる。ハイデガーは人間の観念が刻印された限りでの自然の世界、名称、旧跡、はめられた指輪、礼拝堂である建物、商品、道具等々、あるいは自然物によって刻印された限りでの観念の世界、あるいは人々が家族と死別し、圧殺され、寺院が倒壊し、洪水で田畑が沼地と化した等々である限りの、天変地異など同じ歴史の概念の層面に沿って置き並べる。この概念の層面では歴史を作ることも、歴史に作られることも、歴史に存在することも同じである。歴史に法則が可能だとすれば、歴史に存在するという仕方でだけ可能である。ハイデガーの歴史概念から排出される世界は明瞭に存在する。観念的な職業体がただ観念自体により存在しているように振る舞う領域と、自然物がただ自然物の運動であるように振る舞う領域とは、ハイデガーによって歴史から排除されている。それはひとまず歴史の概念として無意味な領域と思われているように見える。歴史性は今ここにあるもののところに絶えず受け負わされていて、それから超越的なところに描かれる歴史は、存在するとしても第二次的であるとみなされる。58、妖怪の様式に。ハイデガーの歴史の了解は、歴史を必然性ならしめる意志と動員がなくても必然的であるもの、あるいは全く偶然の上に動きながら、そのことによって抜き差しならない必然として確証性を持つ領域だけを歴史とみなし、それ以外の領域を不確証的なものとして排除しようというモチーフに根ざしている。例えば、石材と鉄と瓦とから作られた建築物が作るものの意思を行使せずに、異なった構造と配置と様式を実現してしまい、その様式が個性的な図表を実現してしまうことがあり得るとき、この確証されたものは遺伝的な意思のように動かすことができないように見える。意思以前にあるものと意思を超えてあるものは歴史においてこの確証性の領域に着せられる。いわば人間の社会の自然史という概念が可能とするならば、この領域の内部でだけ可能なのではないか。ハイデガーの歴史性の概念は究極的にはこの領域に落ちてくるものであった。それは歴史の自然現象論的な領域とも呼ぶべき特異な層面を開示することになった。けれどこの歴史の領域は今ここにあるという人間の存在の仕方と同じ位相の層面でだけ開示される歴史性であるために、自然史の延長線の上に人間の社会の歴史を置こうとするエンゲルス主義の歴史理解からも、ヘーゲルの自己表出としての歴史の概念からも、歴史の概念の放棄に当たっている。なぜならば、ハイデガーの歴史性によれば、歴史はその都度偶然であり、そのまま個性の宿命だからだ。それは実体としての歴史の概念を構成することができない。ただ、エンゲルス主義によって物的な関係の世界と観念の職業体の世界にはっきりと分割されてしまう歴史概念を、どんな分割もせずにただ一つの視線で貫徹し得る探求は、この方法によって可能になった。このハイデガーの歴史性の領域は、例えば歴史の放棄の視点からではなく、今ここにあるという個体の存在の仕方のところに引き寄せられて、テレンバッハによって難易性の概念として開示されている。諸個体が心的に病む、病まないの共同となって出現することは、今ここにあるものの歴史性として何を意味するかということが課題にされた。ハイデガーの歴史の個体性の概念は、個体の歴史性の概念として移し入れられた。逆にこれを媒介してみることによって、歴史の概念をさらに明確にする手立てに変えることができるだろうか。心的な病気の挙動の中にどのように判断しても、難易的と呼ぶほかない現象があることは、もちろんずっと以前から知られていた。ただ今ここにある人間の歴史性という概念と同じ層面に、それを位置づけることができなかっただけである。だがこの根源的なるものは、我々自身の意思では動揺しようもない仕方で、生成という時間的事態の中にあって同一にとどまる諸現象のうちにも姿を見せている。そういった諸現象としては、性別や人種、個人の成熟によっても他のものに変化することなく、
成熟に伴って自己形成を続け、遺伝的に継承されるところの資質や成功、子孫に引き継がれる類似性、類型的な表出形式や態度、体格の類型、知能の程度や特性、基本的な気分の性質などがある。この意味での内因的なものは安定せるものであり、流動によって支えられながら、各あるべしのうちに留まること、逃れ得ぬ定めのうちに留まることである。つまりそれは個性のあらかじめの刻印であり、個性の基礎構造である。これらすべての現象において、内なるものは人の意のままにならぬ定めを、他の人とは見違いようのない仕方で、つまりただ一卵性双生児においてのみ同一であるような仕方で、接合し形成し、これに姿を与えながら展開するところの、根源的刻印力として現れている。そこで我々はあらゆる生命的事態の中で基本形態の統一として現れ出てくるものを、内因性のものと考える。エンドンとは根源から発してこの内因的なるものの諸現象の中で自らを展開し、しかもそれらの現象に留まっている自然である。テレンバッハ・メランコリー。ここで内因性という概念が意味するところは、肉体の生理的素質が必然的に規定する心的領域、あるいは心的領域を必然的に規定し性格づける限りでの、そういう心域の次元に平準化された限りの肉体の意味に近いところにある。心因的でもなければ、気質的でもない一つの概念の領域として語られている。テレンバッハのこの内因性の概念は、ハイデガーの今ここにあるものの歴史性とは何かという解明の次元から流出してきたものである。けれども、この内因性の概念は再び歴史の概念に投げ戻すことによって、歴史の概念自体を拡大しうるように見える。エンゲルス主義から流出した歴史の概念、自然史としてその延長に必然的に規定されるような歴史の概念の領域は、ここでただ内因性の領域としてだけ意味を持つもののことではないのか。そこでは形態論とその変遷、様式の特性、形態の遺伝性のようなものが、いやおなく刻印されている。エンゲルスの言う諸民族的な共同の意思、諸階級的な共同の意思、諸集団的な共同の意思はこれに何も加えることはできないし、諸個人の意思もまたこの領域では無効であるそのような領域である。またヘーゲルの歴史の自己表出の概念もまたこの歴史の内因性という概念の領域では消去されてしまう。歴史の自己表出という概念が歴史という概念自体と同置されてしまうために、ただ事実性としての歴史しかこの領域では可能でないように見える。宿命的な歴史という概念は必然的な歴史という概念と同じで存在し得ない。けれど宿命的な刻印が歴史の諸形態とその変遷としてあり得るとすれば、この内因的な領域においてである。上部構造が二重に移されるために共同の意思の発言をこの領域で意思によって法則的になるものとして想定することができないような領域である。けれど歴史という概念が立せられる概念として提出されるためには、この領域のみが問題となるか、この領域の排除が問題になるのではないだろうか。59、領界の様式3。歴史概念の内因的な領域では、領界の様式や形態とその変遷は、固有性と多様な一義性の複合を持つとみなされる。それは動かしたり意思的に変化させたりすることができないというのではないが、意思の相和力によって変化させられる場合でも、意思の通りに実現されず、不可避的に固有性を刻印されてのみ実現される。民族性や階級性や人間性を普遍的な欲求にまで平準化しようとしても、いやおなくそれらの要素が混入してくるのを避けることができない。その意味では手がつけられない、あまりは思い通りにならない領域であり、しかも何が出てくるかわからないという意味で、思い通りにならないのではなく、いやおなく固有性を持つという意味で、思い通りにならない領域である。例えば、貨物列車の大きさと速度は、その走行距離はいくらでなければならないかを決定するのは、諸個人や機関の設計と評決と必要性の相和的な判断と、意思によって実現されるだろう。その数量が開示するものは、その社会の成立の現状と形態の伝授の様式によって様々であり得る。けれども、決定された数量は、それぞれの社会が特殊的な条件であるから、その条件の総合としてその計量に落ち着いたということならば、それは何ら内因的ではない。そのような領界によって姿を現す領域は、歴史の内因的な領域を構成しない。この数量は内因的な領域では、歴史の現実的な展開の仕方の中で、刻々に多様に変化しつつ、いく事態の内在的統一として出現したもので、諸個人や諸機関の意思的な判断と論理的な計量の結果出現したものではあり得ない。自然史が諸人史の皮膚の色、身体や形式を決定し、またこの決定が刻々に変化し得るという意味で全く必然であり、
また偶然であるのと同じように、この数量は必然であり偶然である。私たちは歴史という概念の中でこの内因的な領域を排除すると考えればどうか。もはや歴史は盲目的な、そして恣意的な偶然に支配され、加速性を全く排除することになるだろうか。多分逆ではないだろうか。歴史が加速性と再現可能性、つまり法則通りに実行する限りは、何面でもその通りに実現されるとの軽視を表し得るためには、内因性の領域を排除した残余とすることを必須とするのではないだろうか。60、業界の様式4。事実と現実の世界はいつも理念の失敗のように見えるのはなぜか。また理念はいつも失敗と挫折によってしか実現されないもののように前提されて見えるのはなぜか。それにもかかわらず、証拠にもなく理念が描かれ、構想され、人々は理念の絶対化と絶対的な理念への傾きを中止することができないのはなぜか。また別の問い方も成り立ち得る。理念はもともと事実や現実の世界との関連や接合や一致を求めるものではないのではないか。理念はそれ自身の完結性だけを願うもので、それが構成される衝動力は、ただ知的な整合の欲求だけに根ざすものではないか。事実や現実は別の事実や現実とだけ比較される。そして理念はただ別の理念とだけ比較されるべきものではないだろうか。これらの問いが指していることは、もっと様々な仕方で定義することができよう。理念を描き構想するときには全ての人間は善であるが、その理念が指しているように見えることを実現しようとして行動するときには、全ての人間は大なり小なり悪を犯してしまう。行動することは理念と現実の間にあるように見える空撃を使用することでも充填することでもない。行動することはただ現実を付け加えることなのだ。理念の代わりに現実に対する真を、その真がどんなものであっても想定することなのだ。言葉によらない現実に対する信仰の告白なのだ。だから現実に欠陥がある限り行動に欠陥が現れることは避けられない。なぜならばこの場合行動は現実や事実の世界に対する事実の負荷を意味しており、事実の世界の中での事実だからであるというように。この意味は二つのことを内包している。一つは私たちが事実あるいは現実と考えているものの現在のあり方は、様式として私たちの行動の意味をあらかじめ規定しているということである。規定の外にもたがる部分があるとすれば、その部分を事実あるいは現実とみなすことができないだろう。私たちは事実や現実として見ているものは、その都度具体的に行動によって対応している層を指しているが、これを事実あるいは現実とみなすためには、事実や現実を大なり小なり一つの統一された世界として想定していることを意味している。もう一つの考え方は、もし私たちが事実や現実の世界から細部を直接に借用するか、あるいは全く理念の構成によって一つの世界を組み立てているとすれば、この理念の世界は事実や現実の世界の様式をどこかで模写することになるか、あるいは創造的な全体となるほかはない。そして創造的な全体となる場合も、またその素材を経験の早期から組み立てるより他にあり得ない。このように考えてきて、私たちはまた当初の問いに差し戻される。私たちが理念として描くことができる構想あるいは図表は、現実や事実の世界とどんな関係にあるのか。理念を直接に現実化しようとして目指される現実あるいは事実世界における行動は、常に理念の失敗や挫折のように見えるのはなぜか。これら一系列の問いは、接合する副次的な問いをいくつもはらんでいる。その最大なものはこのような問いの重量が、ここで使用される理念とか現実という言葉の概念を、次第に危うくしていくように強いることである。理念その現実との隔たりや矛盾や背反や失敗という概念自体が次第に輪郭を揺り動かされて壊されていくという感じを伴ってくる。例えばこの感じの由来についてサルトルは言う。我々の見方によれば哲学は存在しない。それをどんな形のもとに考察するにせよ、この科学の影であり、人類の陰鬱な卓越性の証であるものは実体化された抽象に過ぎない。社会の運動から生まれた哲学はそれ自身が運動であり、未来を認識する。この具体的な全体化は同時に一体化をその最後的段階まで遂行しようとする抽象的陶器でもある。それで2、3の専門家によって行われるいわゆる修正マルクス主義のは観念的で現実的な力を持たぬごまかちに過ぎぬであろう。囚われの身となった恣意を解放し、それに十分な発展に達することを許すものは、人間活動のあらゆる次元と水準における人間たちの闘争なのだ。マルクスもまた人間自身は認識に還元できないこと、それは体験され生産されねばならないことを主張している。理解することは変わることであり、自己の彼方に行くことである。しかるにこの時の読者は私を変えることはなかった。しかしこれに反して私を変え始めたものは、マルクス主義の現実性であり、私の心の地平への労働者大衆の重苦しい厳然であった。
これこそマルクス主義を身をもって体験し、それを実践し、遠くからプチビル階級のインテリたちに、有無を言わさぬ権威力を覚えている巨大人気な集団であった。サルトル、方法の問題。ここにはフッサルの思想とマルクスの思想に対する極解が和合している。けれども、やむを得ない極解の和合なのだ。もともとフッサルもマルクスも哲学や理念足り得ないものを、それらの中に持ち込もうとしなかった代わりに、哲学や理念足り得るものを徹底的に哲学や理念にしてしまった。両者を人間の現実的活動という一点に集約されるために一堂に会合させようとする試みは無効である。それは両者の理念の解体しか意味しないからだ。サルトルは私的唯物論を言い換えれば、ロシアのマルクス主義を歴史解釈として市場化し、それが人間の存在感の形、言い換えれば孤立した個体の意識を救い上げられないことを知っていて、実存的意識が孤立した個人を現実に接近させる際の不可欠の算出物であることの意味を、私的唯物論に融和させようとする。そこでフッサールとマルクスの極解が起こらざるを得ない。問題なのは、そして検証を要するのは私的唯物論の理念なのだ。マルクスが経済社会構成を歴史の自然史的部分と見なしたということには、二つの意味が含まれている。一つはこの自然史的な領域に入り込んでくる限りでの人間事象は問題にならないが、この領域の外では人間事象が第一義的となることである。このことからすでに多くの問題が発生する。歴史の自然史的な領域は自然史的な過程に従うのに、人間事象はそれに従わないだろう。人間事象はそれによって一切の過去に生起した事象の概念に当てはまらない人間的活動によって推進され、そのことが歴史を作るだろうが、歴史の認識あるいは理念はすでに人間が過去に蓄積して持っている概念の図表からしか組み立てられないということである。ここで歴史という概念は概念それ自体と概念化されない人間の現実的活動とに分裂している。その分裂する点を担うことが諸個人の現在と現在的存在とであることを意味している。私的唯物論はこのことについて何も語らない。またいずれにせよ諸個人や諸勢力によって定義される他にないにもかかわらず、それらの主体の媒介的な意味を政治的実践という架空の関連性に還元させる以外に、人間と人間活動の現実性が入り込む余地のない、たかだか僧侶にしか意味のない神学的概念に過ぎない。私的唯物論は僧侶が何をしてもどんな残忍無残な振る舞いをしても黙って許容する人間を究極の像として算出する馬鹿げた理念に過ぎない。マルクスとは何の関わりもないと言ってよい。サルトルはインテリたちに有無を言わさぬ権威力を及ばしている巨大で陰気な集団の脅迫力を通じてマルクス主義を固定化したために誤解の道を踏み出すほかはなかった。もちろんサルトルが解決したかったことはマルクスにおいて哲学は結局科学、自然学に解消しなければならぬにもかかわらず、人間的な実践行為の全ては、意識が関与することなしには不可能であり、この場合の意識は決定的な重さを持っているので、決して射消することができないという矛盾を、どこで解決するかという点にあった。それが、歴史的唯物論が唯一の価値ある歴史解釈を与える事実と同時に、実存主義が現実への唯一の具体的な接近であることを確信していた。サルトル、方法の問題、ということの意味である。けれど、これは実存の概念を現象学から借りただけで、まるで現象学を裏返すに等しいものと言うべきである。現象学の基本的な支柱の一つは、近代英語の科学、自然学的認識を仮説と実証との間の無限の競り合いであり、決して真理に到達し得ないものだとみなすことである。科学、自然学がもし可能だとすれば、自然、人間もその一部だが、この自然的挙動に対して意識の客観的な活動が、無限に接近して同治するに至る過程が包括される方法が導入されていなければならない。一方、現象学は自然が自然、人間もその一部であるから、と直接に無媒介に接触することから生み出される意識の活動について位置づける方法を持たないように見える。そしてここでも理念はいかにして現実や事実の世界との乖離を連関しているかという問いが残留されるように見える。サルトルは何も解決しなかった。そしてヘーゲルとマルクスの方法に一挙するところまで速攻していく。格のごとくに人間は歴史を作るのである。その意味は人間は歴史の中で自己を対象化し、かつ自己疎外を犯すということである。この意味で全ての人間の全ての活動の作品そのものに、他ならぬ歴史が人間にとってまるで自分たちに無縁かのように見えてくる。これは彼らが自分たちの企ての意味を、それが局地的には成功した場合でさえも、全体的客観的な結果の中に認め合えないという意味においてまさにそうなのだ。19世紀においてマルクス主義は単に歴史を作るためばかりでなく、労働者の運動を一体化し、
資本主義的過程を労働者の客観的現実についての知識を通じて、プロレタリアートの行動を解明することによって、実践的にも理論的にも歴史を占有するための巨大な試みであった。この努力の果てに、非搾取者たちの一体化と、戦う階級の文化の数を次第に減らすことによって、歴史は最後には人間にとって一つの意味を持たねばならない。自覚を持つことによって、プロレタリアートは歴史の全体、歴史の主体になる。すなわちプロレタリアートは歴史の中に自身を認知せねばならない。日常の闘争の最中でも、労働階級は初期の目的にかなうか、あるいは少なくとも将来自分に跳ね返ってこないような結果を獲得すべきである。サルトル方法の問題。サルトルはかえって問題を抱え込んでいる。これはマルクスの言葉をアレンジしたものだが、すべての人間のすべての活動の作品そのもののほか、そのものに他ならぬ歴史ということだけが、異論の余地なく承認されることである。異論の余地なくという意味は単に自明の事柄ということではない。歴史という概念を過去史の認知と検証から手に入れようと、また手に入れた歴史の概念の基質が基地の構成しか取り得ないとしてもという意味である。また歴史の土台はこれを自然史の延長のように扱うことができるため、科学、自然学と同じ手続きで歴史の挙動を解明されると考えようと、科学、自然学の基地の方法は虚妄であって意識の活動が関与しないもの、あるいは意識の活動が関与することの意味が不必要なところでは、科学、自然学の概念を成り立たないと考えようと、すべての人間のすべての活動の作品そのものに他ならぬ歴史ということだけは確かに承認されるという意味である。けれども、すべての人間が自分たちの企ての意味を、たとえ局地的に成功したとしても、全体的観的な結果の中に認め得ないということがマルクスの言う自己疎外ではない。サルトルに従えば、もし全体的客観的にすべての人間の活動が成功裏に実現されれば、自己疎外の概念は消失してしまう。言い換えれば、サルトルは賃労働の資本からの疎外を自己疎外に当てはめている。マルクスの自己疎外の概念は理念と現実との関係を司る概念であって、資本性的な現実疎外を意味していない。言い換えれば、マルクスでは自己疎外は自己実現であり、自己表現であるために、理念と現実の間を架橋する。同じように全ての人間の活動の自己表現、その相場が歴史であるというときに、歴史の概念と歴史の実現とは同一のものを指すとともに、それは歴史についての理念との間は、意思の媒介なしには同一化されないことを意味している。マルクスの中の検討を要する部分の問題はそこにはない。その自然主義、人間主義が経済社会構成の歴史的な展開を自然史的に扱うことを許すために、残余の人間的活動の意思的な相場が歴史の変貌を企てることを許す、唯一の因子となるという点にある。歴史が全ての人間の意思の方向とその相場によって占有されるとすれば、賃労働の階級は全ての人間の意思の相場を具現していなければならない。そこで理念と現実の実現の間の関係は二重の課題にさらされる。賃労働の階級が全ての人間の活動の意思の相対を具現しているかどうか、もう一つはその具現と行動と具現の理念との間の乖離はどう裁かれるべきかである。この課題についてサルトルはマルクスがヘーゲルの世界史の理念とその現実性の間に見て否定の否定の関係としての自己阻害の概念を陶器という言葉で訴述しているだけである。この言葉陶器によって我々は同時的な二重の関係を定義している。予見に対しては実践とは否定性である。しかしそれは常に否定の否定の問題なのである。目指す目的に関しては実践は肯定性である。しかしこの肯定は非在のもの、未だ存在していなかったものに通じている。遁走であると同時に前に向かっての跳躍であり、拒否であると全く同時に実現でもある陶器は、乗り越える運動そのものによって拒否された。乗り越えられた現実を保有しかつ明るみに出す。サルトル、方法の問題。61、了解の様式5。人間の現実的な諸活動の相応が歴史であるとするならば、この歴史は2つの焦点によって推進されることになる。一つは身体的な活動によって形成し、形成されるものとして、もう一つは理念を描き、理念によって描かれるものとしてである。そしてもしこの二つの焦点が一つの身体、精神性の中に統一されてあるとすれば、歴史は描かれた理念のように現実あるいは事実世界の人間的活動によって実現されるということになるだろう。けれどもこれは歴史とは歴史の理念があるいは理念の歴史であり、理念を作ることが歴史であるとともに歴史によって理念を作られるというヘーゲルに逆転していったことを意味する。理念が現実であるというそのことがヘーゲルの歴史、世界史の概念であったのだから。このことはすでにマルクスによって築かれていた。現実あるいは事実世界における人間的な諸活動はそれによって現実あるいは事実世界が実際に変更される。物質的関係において、また精神的関係において、
諸活動であるとともに諸活動であるという表現あるいは概念形成である。この生み出される二重性はひとたび反省されるときに現実あるいは事実世界内における人間的な活動がその世界内で算出する巨大な裂け目であることに気づかれる。これは人間的な諸活動、それの源泉である人間的な現在性が背負い込んでいる時間の様式であると言える。もちろんマルクスはこのことに気づいていたが、この二重性が解除される。あるいは内省的である必要のない条件は、ただ一つ歴史が自然し、あるいは自然学と同じように満たされる経済的社会構成に還元される領域で、人間的な諸活動の指向性が底を指す場合のみに成立するとみなしたと言えよう。別の言葉で言い換えれば、すべての人間のすべての活動の指向され、自覚された結果としての意味が、歴史の自然史的部分、とマルクスが考えた、に想定されたときだけ、その限りにおいて歴史はその想定の理念のうちに現れると考えられた。もちろん、このマルクスの構図は、史的唯物論に具象化されたマルクス主義とは似ても似つかないものであり、ただ全体的な慎重さのうちにすべての人間の理念が、歴史の自然史的部分を取り囲むことによって具現されるものと同義であると言ってよい。これがおそらくマルクスによって歴史が過去において主導因を自然史的部分に追うと考えられながら、未来を現在という時間性に呼び込むや否や不確定になってしまうとみなされた根拠であると言ってよい。メルロポンテはこことは違うマルクスの理解の仕方を通って独特の歴史理解を披露している。哲学にはもはやヘーゲルによって与えられた論証の力はないことになりますが、しかし また同じくヘーゲルの場合のように哲学は既存の歴史の単なる反映だということもあり得なくなります。若きマルクスも述べていた通り、我々が孤立的認識としての哲学を破壊するのは、かえって哲学を実現するためです。合理性は単なる概念から人間相互にある実践の中心に移ることになり、そのようにしてある特定の歴史的事実はある形而上学的意味さえ与えられることになります。哲学はそうした意味での歴史的事実の中を生きるわけなのです。したがってマルクスが哲学的思考に論証的な力を拒んだからといって、彼の後継者が信じ、またおそらく彼自身も信じたに違いないように、彼が意識の弁証法を物質あるいは物の弁証法に変形したということはありえません。ある人が物の中に弁証法があるという場合、それはその人の考える限りでの物の中のことでしかあり得ず、したがってその客観性も結局、ヘーゲルの例が見せてくれたように主観主義の極点なのです。だからマルクスも弁証法を物の方に移すのではありません。彼はそれを人々、もちろん一切の人間的施設をも含めて意味での、また労働や文化を介して自然や社会的基礎関係を変えていこうとする企てに関わっている限りでの人々の方へ移すのです。メルロポンティ、哲学を称えて。我々の理解ではマルクスは意識の弁証法を物質あるいは物の弁証法、歴史の自然史的構成の方へ変形させたのである。そしてそれとともに全ての人間の活動が歴史の自然史的な構成に意識の指向性を向けるということが前提とされた。メルロポンティは人間的な活動が意識するかどうかについて自覚的である限りの人間とその活動の方へ移されるとき、歴史の理念に合致するものとして解釈されている。このマルクス理解からは当然に歴史の理念が指向するところと、現実あるいは事実世界の中における意思的な活動との間に、一義的な関係があり得ないという注釈を加えなければならないところである。我々のマルクス理解ではマルクスは全く別個の問題を残し、また史的唯物論が歴史に必然性の概念を導入すること自体が問題にならないことを意味している。メルロ・ポンティは注釈を歴史の指向する方向について加えている。もし歴史の方向意味が、ちょうど川が全能な諸原因の作用によって海の方へ流れていき、そこに姿を消してしまうといった、そういう川の方向のごときものと解されるならば、歴史に方向、意味ありません。普遍的歴史に頼ろうとする一切の試みは、意味を出来事から切り離し、実際の歴史を無意味にしてしまうのであり、従ってそれはニヒリズムの仮面に過ぎません。外的な神が直ちに偽りの神であるように、外的な歴史はもはや歴史ではありません。神と歴史という二つの敵対的絶対者は、それを拒もうとする人間的陶器が、存在の充実の中にくぼみを作るからこそ生命を持つのであり、そして哲学がそれに歴史の充実性を対立させてみてもびくともしないようなかの哲学的否定性を知るようになるのも歴史の中においてなのです。メルロ・ポンティ、哲学を称えて、歴史を外在的な意味思考とみなすことへの拒否が語られている。外在的な歴史の理念はその早期がすでに神学であると言われようとしている。歴史を拒否することは神を拒否することと同じように人間的な活動の本質とされている。
これは思想的な結合に近いものと言っていいので、引き返すよりは仕方がない。歴史という概念が理念として外在化されるということの中には、歴史が事実性あるいは現実性を抜きにしては概念を構成することさえできないことが含まれている。メルロポンテが歴史には方向が、言い換えれば思考的な意味が考えると、意味があると考えるのは、つまり歴史的必然論はニヒリズムに他ならないと述べたり、人間的な出来事の偶然性は歴史の論理の中の欠陥ではなく、歴史の論理の条件だと述べたりするときに、この事実性あるいは現実性を抜きにして考えることができない、歴史ということに戸惑っているのを意味している。なぜなら事実性や現実性を括弧に入れることなしには、歴史という概念自体が無意味だからである。少なくともヘーゲルとマルクスは歴史という概念が未来を呼び込むことができる理念であることを自明の前提としている。それが前提でないとすれば、歴史に方向がないと考えることもニヒリズムの一種に他ならないということができる。そこでメルロポンテは歴史を亀と同じように内的な絶対性の一つであり、人間の意思的な活動の空虚の中にはびこるもののように捉え直している。矛盾は依然として矛盾のままに置かれる。歴史という外在的な理念の中に偶然性の要素が必須となるのは、歴史という理念が指す事実あるいは現実性の中に、事実の完璧な積み重ねとしての全く必然性が対応することを免れないからである。意思的な人間活動とその成就との間の矛盾には、意思とその実現の間の矛盾と一緒に、歴史の理念を事実の積み重ねとしての全く必然性の部分を導入することなしに、提起することがない、することができないという矛盾が含まれている。62、妖怪の様式6。フッサールの立場からまず考えられる歴史の概念は、普遍的歴史あるいは理念的な歴史である。これは事実あるいは現実世界での人間的な活動とその結果としての出来事や、世界の変貌とは関わりなく、それを括弧に入れて成り立ち得る理念の図表としてである。諸民族、国家、地域、そして風土などの相違と偶発性によってそれぞれ異なった形成を遂げ、また相互に影響し合って形成されてきた固有の歴史的な事実の世界に対して、判断を放置したときに現れてくる超越的な主観の共同性といったものが想定される。この世界は全ての人間の活動的な主観の上に想定される。そこでは時間性、過去性がそれぞれ諸個体の活動的領域を排除するだけではなく、その相互相乗領域もまた排除される。遠くそして実体化されない世界の時間性としてだけ考えられる。普遍言語というものが想定されると同じ意味で想定される普遍歴史と考えることができる。このような歴史の概念はもはやどんな意味でも事実あるいは現実世界の中での全ての人間の活動や、その現実的な結果を必要としない。成就された図表として超越論的に作り上げることができる。もしそうだとすれば、歴史という概念を提供すること、共同的な事実の現前の仕方である現状と、その過去の累積を感情入れすること自体に、有機的な理由しか存在しないことになる。このことが現象学的な地平が開示された以後における存在論の課題となってきたものであった。けれども、フッサールの理念からして当然想定されるこの普遍的歴史の概念は、知的唯物論が歴史の自然史的な部分をもとにして、歴史の時間性を図表化したのと同じように、歴史の理念史的な部分を空間的、並列的に図表化しているのと同じことであった。フッサールの歴史理念についての反省と、超越論的な主観化はもっと手前に、つまり歴史という概念が想起される起源のところに差し戻される。歴史という概念が初めに提起されるのはなぜか。それが提起される時の諸個人の事実あるいは現実世界の相対への遠隔の距離の意識にあり、それは願望と信憑によって埋め尽くされそうになる状態に依存する概念であると言える。この諸個人あるいは共同の意識、歴史の意識の起源的な状態は、直接の意思あるいは可視的な意思の結集、政治的な意思によって、最も実現に直結しているように思われてくる。けれども歴史という概念が提起される起源にある状態、意識のは、単一な経験的な反省によって解決され得ることはない。そこでフッサールは事実あるいは現実世界の隔たりの中で結成される歴史という概念を放棄して、理念的普遍性の地平に残留し得る歴史、それは無意味化される歴史とか思えるのだが、言い換えれば概念を提起すること自体が事実あるいは現実世界からは有意義であるような歴史の概念としてのみ提起する。しかし我々は、己の人間的歴史的存在やそこでのその生活世界として解釈されるものを完全に自由に思考や想像の中で別様に変更してみる能力も持っているし、またそうした能力を持っていることを知っている。その際我々は事実として妥当している歴史的世界の一切の拘束から解放され、
この世界そのものを恣意可能なもののうちの一つとみなすのである。この自由と必当然的な普遍行への思考は、その普遍行が普遍の形成作用を任意に繰り返しうるということの名称によって、同一なもの、本質的に常に名称化しうるもの、一義的な言葉に固定しうるものであること、つまり生き生きとした流動的知恵に常に眼蓄されている本質であることを示すのである。今、次のような洞察を際立たせ確定しておくことが特に必要である。特に重要である。すなわち、次元化に際して空間時間的な形態領域の必当然的に一般的内容、つまりおよそ考えうる限りのあらゆる変更においても普遍な内容が考察されるというその限りにおいてのみ、あらゆる未来とあらゆる来たるべき人間世代とによって、つい理解され、したがって伝承され、同一の総合主観的意味を持ってつい算出されるような理念的形成体が生じてくるという洞察である。この条件は規約を超えて無条件かつ一般的に伝承可能なものとなるべき、すべての精神的形成体にも広く当てはまる。フッサール、ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学。歴史はフッサールにおいては結局は科学的理念の中に解消する。言い換えれば一哲学者の頭脳の中の図表に事実あるいは現実世界の出来事と全ての人間の活動の経験は還元される。歴史という概念がなぜ初めに提起されたのかという問い。それなくしては歴史という概念が無意味であるような諸言の問いが排除されてしまう。